皆さんこんにちは今回は池田早人内閣のところそして高度経済成長についてのまとめを見ていこうと思います今日のラインナップですまずはその池田内閣ですね所得倍増計画というものを発表しそれから農業金方法 LT 貿易なんていうのを実施していきますちなみに東海道新幹線が開通し東京オリンピックが開かれるのもこの時ですね そしてこの池田隼人内閣あたりのところでこれいわゆるオリンピック景気なんていう景気がありますがそういったところを中心とした高度経済成長独自景気から始まりもはや戦後ではないなんて言葉がこれ流行る中でどのようにまあ発展経済的な特に発展ですねをしていったのかこの辺りを見ていこうと思います。 はいそれでは見ていきましょう池田早人内閣というところになりますあとはですねまずこの池田早人内閣経済の人ってイメージで構わないと思いますその掲げたスローガン国民所得倍増倍増計画ということもあります国民のま所得すごく簡単に言うと収入だと思ってください給料だと思ってくださいこれを2倍にしますと で、まあ、あなたの皆さんの給料を2倍にしますって文句ありますかって言われたら「いや誰も文句ないです」となりますよね、まあ、そんな形でこれ国民なんかの支持なんかを取り付ける実際にこれが実行できたのか本当に10年で2倍にしますよできたのかこれできましたちなみに年年どころかでで達成してたりすするんですねそしてそんな国民的人気経済的なところから支持を得る中でいきましょう。農農業業基本法です農業の機械化近代化 農業って第一次産業なんて昔小学校中学校で勉強した人もいるかな工業サービス業第二次第三次産業が盛んになる中で農業がちょっとね微妙になってきてしまうそこでその農業をなんとか立て直さなきゃ機械化近代化をだけどそんなお金ないなんてうん国が補助金お金なんかを出してあげて農業をなんとかねこれ衰退していかないように立て直していこうやったりあるいは LT 貿易これはですね政形分離方針のもとなんてありますが 氏高崎辰之介これ中国側ねこれ日本側中国との貿易をこの両商紙高崎辰之助との間のまあこれ覚書というやつで始めるこの両商しの実は L イニシャルと高崎辰之助の T イニシャルで LT 貿易これどういうことかというとね貿易って国家間なんかで行ったりいろいろ規定したりするんだけどこの時まだ中国とち,ちゃんと言うと中華人民共和国と日本は国交が樹立されてません。 サンフランシスコ平和条約のところでは中華人民共和国も中華民国も招かれなかったでそもそも来てないから調印もしてないそして、まあ、この後も実は社会主義国となった中華人民共和国と日本条約を結ぶのはそう簡単ではなさそうだったんですよこれね、まあ、社会主義国資本主義国とかもあるしね賠償金の問題もある。だけどさ大人に中国 人口も多いですしこれ生産しているね、工業生産物も非常に多い日本も高度経済成長で強く経済的になってきているそんな中でこのすぐ近くの2か国が経済的に貿易とかあまりできない国庫がないからさ国と国との交わりがないから貿易もしづらいこれは大きな損失じゃないかかといって政治的にすぐに仲良くなるのも難しいだから政治と経済を分離して経済のところは仲良くすりゃいいじゃん政治的なところはそうはいかなくてもといってまだ 正式なな国交がない中で貿易を行っていくんだよちょっと特殊な感じなのね政治と経済を分離する政権分離でこれが LT 貿易ということになります高崎辰之助と領商主の L T ねこんなちょっと特殊なものではあるけど貿易をして競売、まあ、経済を盛んにしていこうとさらににききまましょう開放経済体制に入っていきますこういったもので実際日本は、まあ、簡単に言ったら先進国の証し的になってくる思ってくださいちょっとややこしいけどついてきて。 実はこのちょっと前55年に日本は GATT ってやつに加盟してました関税および貿易に関する一般協定なんですけどこの貿易と関税に関する一般協定の11条国にこの時移行したんですね移行した移ったすなわちこれ GATT の11条国あのね GATT の加盟国いっぱいあるんだけどそのうちの規約の11条が適用される国何なのこれ自分の国の都合だけで勝手に貿易制限しちゃいけない国に変わったんですね。 そのの同じガット中でも扱いが。すごい簡単に言うと先進国の証、まあ経済的に発展した国だから自分のことばっか考えててダメだよとみんなのこと考えなきゃいけないよとそして自分の国が儲かってないから貿易制限で外国から入ってこないようにシャットアウトみたいのはダメですいうふうになったそして次 IMF 国際通貨基金ってやつに加盟してやっぱりこれ自分の国の都合だけで勝手に為替管理ができない為替ってこれはお金のこと覚えてるかな あの昭和の戦前にね低為替政策っつって日本の為替お金は円を低くしちゃうすなわち円安にしちゃうことで輸出が増えてすげえ儲かったって話がありましたでここ自分の国が儲かってないから円安にして儲けるようにするとかそれは自分の国例えば円安にすりゃ外国はドル高みたいな感じで外国は逆に自分の国の貨幣が、まあ、ドル高みたいな感じで輸出して,て困るお互いがこ,こでやりまくったらこっちが円安向こうがドル安とかやったらもう今日がなくなっちゃう。こういういのは まあ、ちっちゃな国本当にそうしないと潰れちゃうぐらいの国は一部仕方ないとかあるかもしれないがある程度大きく経済がね成長した国はここでやっちゃダメ、まあ、先進国の証しと言いましたけどね同じように OECD に加盟すると資本の自由化が義務付けられる、まあ、資本とお金ここではそのお金の塊の会社とかをイメージしてもいいよね外国から日本にどんどんお金を出して例えば日本に会社作ってとか こういうい外資系の会社とか聞いたことあるかもしれないけどこういったこと資本の自由化で外国からお金がどんどん入ってきて、まあ、外国の会社がどんどんできれば日本によ日本の今まであったところが儲かんなくなって潰れちゃったりするかもしれないだけどこういうものも自由に認めないといけないこんなふうに本当はまあお金儲かる儲かんないを単純に言ったらやりたくないやんない方がいいんだけど GATT の11条国に行こう IMF の8条国に行こう OECD に加盟ということで 先進国の証の証ような形外国からどんどん良くて安いもの入ってきてていいですよいいですよこれを放放経経済済体制と言いますね開放経済で外国から安くていいものが入ってきちゃったらちなみにどうすんのとこれは日本が独自に会社なんかが努力して企業集団技術革新技術革新で負けない外国に負けないより良いものを作るとかねこうやって対抗しないといけない。 あくまでも国が外国のもの入ってこないようにシャットアウトとかして自分の国の会社を守るのはダメこういうふうになりましたちょっと細かいんですけどこういった池田隼人内閣のところで解放経済体制になっていったっていうのを押さえてもらえあとは最後ですね1964年東京オリンピック、まあ、1回目東京オリンピックの1回目ねまた今度東京でオリンピック開かれますけど64年にその1回目それに合わせる形で東海道新幹線なんかも開通 まあこの頃オリンピックを契機としていて非常に日本も盛り上がったそんな時期池田隼人内閣最初にお話ししたように池田隼人内閣は経済お金のことが中心ねこの辺りから始まってみんな経済のところが中心まさに経済の人元大蔵大臣ですけどねなんていうふうに押さえてもらえればいいかなと思います池田隼人内閣でした。ははいそれででここでちょっと高度経済成長 いわゆる景気の話をしししていくことにしましょう景気っていうのはね、まあ、上がったり下がったり、まあ、これグラフだとして必ずこう上がったり下がったりするんですよ必ず。なんだけど、まあ、この時高度経済成長をすごい簡単に言うとすげえぐーっと上がれちょっと落ちてぐーっと上がれちょっとしてっていうねこんな右肩上がりの経済まあそんなのがどの時期にどんなぐらいなんていうのかなこの経済が発展したかそれを表現した言葉があるんだよね。それを見ていく形になりますまずはいきますずきしょう吉田茂内閣特景気 朝鮮戦争による特別授業これで特とということお隣の朝鮮でたくさんのものを、まあ、壊すというかさ戦争ですから、まあ、そんな中で日本はその戦争に必要なものをたくさん作って売って儲かるで一回、まあ、景気はちょっと落ちるんだけどその後ジ事務機これが鳩山一郎内閣あたりですねこの事務景気、まあ、ジム天皇って日本の天皇の最初の人の名前ですけど、まあ、この時めっちゃ儲かった日本。 でもはや戦後ではないなんて言葉が経済白書なんていうところに載せられた戦後のボロボロの状況はもう終わったなんていうふうな形になったまあそう言われたということですけどねそしてその後岸信介の時には岩戸景気池田哲人の時にはオリンピック景気という形で、まあ、この景気が良くなってちょっと落ちて良くなってちょっと起きて続いていく最後佐藤栄作内閣詳しくは次回佐藤内閣やりますけれどもこの佐藤内閣のところでいざなぎ景気 ということでこれ国民総生産 GNP と呼ばれるもの、まあ、すごい単純に言うと国民が稼いだお金のまあ合計ですね単純に言うとねこれが世界第2になりました、まあ、それぐらい儲かったこんな、まあ、厳密には特殊の後ぐらいからですけどあまり細かくは気にしなくていいです特需景気ジム景気ドケ景気オリンピックイザナギぎ景気こうやって景気が非常に良くなっていく時期これを高度経済成長1950年代半ばあたりから70年ぐらいまで まあこの景気がずっと弱かったまあ景気良いから政権に対するあんまり批判もね政府に対する批判もないまま、まあ、自民党の政権がずっと続く、まあ、こんなのがこれ高度経済成長というところになりますちなみにいざなぎ景気 GNP 国民総生産現在はね GDP 国内総生産という指標を使うことが多いけど、まあ、この頃は GNP ねそして、まあ、その GNP の世界第2位っていうけど1位はどこでしょう、うん、当然のようににアアメリカ、ね、アメリカアメリカカいて まあそれままで2 2位位だったた。西ドイツを抜いて日本が2位になりました、まあ、それぐらい大きな経済を持った国というふうになった、まあ、それぞれの時にね吉田内閣の時に徳地劇鳩山一郎の時に事務劇岸信介の時に岩田劇池田勇人の時にオリンピック劇佐藤栄作の時にイザナギケーキというふうにそれぞれ内閣ごとにどんな劇、まあ、呼ばれたのかというのを抑えるようにするといいかと思います。 はい、それでは最後練習見ていくことにします駅、えー、田配当内閣は国民の何とかをスローガンに高度成長の促進を促したと書いてありますね行きましょうまあ、国民の何とかをスローガンとありますから所得倍増給料を倍にしますよというのがスローガンでしたね 所得倍増ですね。この文章だったね。それから行きましょう。この同じ池田内閣当時、国こがなかった。中国との純政府間貿易でもある。なんとかまあ、政府のトップとトップがちゃんと悲し話し合って、国交樹立のもでやったわけではないんですね。lt 貿易。lt 貿易が始まった。 その下朝鮮戦争をきっかけとした、まあ、高度経済成長の話になってます何とかにより日本経済は活気を取り戻した、まあ、この朝鮮戦争をきっかけといって景気の話と思えば特殊景気ですね朝鮮戦争による特特別需要よいしょ特殊景気ね。 からその下、天気は55年から57年、なんとかや58年から61年の岩戸景気などで日本経済は急成長した。うん、景気の名前、岩戸景気の前、55、57ですから、これは間56年に日ソ共,共同宣言があります。日ソ共同宣言は鳩山内閣頃。だから鳩山内閣頃の景気は何なのかな、こんな形でもいいと思いますね。ジ務景気。まあ景気は内閣と一緒に。 さえるのが一番いいのかなとジムケーキ。いいしょね。ジムケーキということになります。それから最後、1956年ですね。急激な、えー、経済成長の中で経済企画庁が経済白書に何とかと記した。うんこれはもはやもはや戦後ではない。 まあ戦争終わってボロボロな状態は、まあ、戦争終わって11年経ってますけどねもうは出はした日本は新しい段階に入ったんだなんていう表現がなされた、まあ、これがいわゆる復興の象徴みたいな形になる、ねまあ、ただ完全に全てがね復興したわけではないけれどもただこれが国民に希望を与えるような言葉だったということなんですね。<music> はいということで高度経済成長のところそして池田早人内閣を見てきました今回は経済が中心でしたね池田早人内閣は経済の話がほとんどそして高度経済成長はそれぞれの内閣ごとに抑えるこんなポイントを忘れないようにしましょう